いや、3人です。はい、いらっしゃいよ。はい、どうもこんにちは。はい、はい、もう今日初めてたまちゃんさんに来させてもらったんですけど、たまちゃんさんのおかみさん、たまちゃんでーす。元気なお母さんで。いや、めっちゃ嬉しい。たまちゃんってどちらにあるの？こちらは住所の方ちょっと神奈川県寒川町。はいよ。寒川駅から徒歩5分ぐらい。うん、あ、5分ぐらいね。寒川駅から5分。寒川駅から5分。はい。可愛いたまちゃんがいますんで。たまちゃんさ、すごい。もう本当に。可愛いんだもん。今、もうね。可愛いんだもん。いいよ、いいよ。やばい、俺らが飲まれてる。寒川の一宮のね、おみこしの時にも、ご活躍してます。そうなんですね。おみこしも担がれてるんですか。はい。あ、そうなんですか。みこし大好き。おお、元気バリバリで。すごい。あとにね、あとみこしの上乗るからしっかり見に。うわ、イケイケっすね。最高なエネルギーよ。焦げちゃったりってね。ちなみに年齢聞いてびっくりですよ。はい。まだ。聞いて大丈夫なんですか。まだ20代。あ、年？年20代。39。39だ。通りで。あ、今僕なんか今背骨がボキって言われてる。背骨が今ボキって言ってます。いましたね。もう笑い。ということでたまちゃんさん、今日はたまちゃんのお店をお借りして、はい、ちょっと、YouTube 撮らせてもらいたいので。いやいや、楽しくやってください。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。はい、というわけで中に入ってこさせてもらいました。山さんにも出てもらってますし、成川にも出てもらってますし、エイジも出てもらってますけど、今回こうやってお話しさせてもらうのは初めてだということで、いろいろ聞いていきたいと思います。はい、今回の企画はご夫婦のお話をやはりニーズがあるというところで聞いていきたいなと思います。まずじゃあ右手の方から紹介お願いします。はい、じゃあ少しお願いします。もうね、無茶ぶり、結構無茶ぶりするから逃げ場絶対作んないから。しかもね、はい、ヤンキーチャンネルの、第1回目でね、1回目のミニでおお、おかちゃんのごめんなさい、はい、じゃあエイジを知らない人のためにエイジの簡単なちょっとね、はい、プロフィールを。エイジは祇園っていうトラックの会社にいてバッテリー買いますよ。はい、懐かしいですね。 青色のね。そうですね。まあ俺のだけど。はい、で、平塚にお住まいで、はい、エイジは何をやってた人で、暴走族。エイジは、まあ、平塚のドールっていう放送です。はい、ね、こちらにステッカーなの、ね、なんか、はい、細かい、そのなんかすごい感じの役職ついてたんですかね。はい、はい、こちらですね。エイジは、第何期の俺が20、俺が23の23期、26期、はい、26期の、はい、総長、総集連合の総長、はい、あ、もしかして花束総長。それは相原だよ。それは相原でエイジの後輩。はい、そして成川、はい、左側の成川です。成川は自分のヤンキーチャンネルで、旧車紹介でまず出てもらったんですけど、はい、自分の同期として本当に、なんだろう、中学校の時からヤンキー2人だったんですよ、自分、うん、唯一の、まあ、ヤンキー友達みたいな感じで、で暴走族入った時も確か同じだったよね。同じ、でも5人ぐらい一緒に行ってたよね。ケンジ君とあとシコ君だったんですよ、最初。あとおちゃんだっけ。なんか同じ日に、確かデニスかなんかで、あ、カモちゃん。カモちゃん。そうかそうか。ね、アジサイのステッカーないんだね。アジサイのステッカーあります。あ、マジっすか。ちょっと待って、これエイジずっと持ってもらっていいですか。ドールエイジだから。ちょっと、エイジドール入ってね、もうちょっとこっち。はい。で、アジサイ。はい、ちょっとそれはって感じですね。26期の総集連合総会長で、はい、ドールの、あ、ドールのね、総会長さん、はい、で、成川が、成川がちょっと何か分かんないです。エイジが26期だったら僕は25期だよね。いや、それはドールじゃない。あ、そうか、総集連合総集連合17と8だったら、多分ね、17代目か18代目。そして我らが山さん、はい、闇女帝の、はい、こちら森ちゃん TV の方でもね、はいはい、撮影させてもらってますんで、はい、そちらの方もねチェックしてください。オークション会で盛り下げさせてもらってます。はい、まずじゃあ1個目聞きたいのが、当時の山さんってどんな方だったのかっていうのを、成川目線、エイジ目線、なんかありますか。超怖いよ。超怖いの。
なんかだってめちゃくちゃ仲良い感じですよね。だここは、はい、家族ぐるみだ。そうっすよね、そうっすよね。そんなイメージがあるから。え、でもそれでも怖かったっていうんですね。失礼しちゃうよ。顔が怖い。でも顔が怖い。顔失礼しちゃう。そういう風に言えるのがすごい。そっか。ぶっ倒されることないでしょ。ぶん殴られてるよ。ちょっと待って、もう間に合ってないですよ。俺ぶん殴られてる。ヤマさん、どうですか。覚えてないやつは。シム構えで。シム構えで顔面にフグパンチ。マジで。あ、じゃあ集会中にってことか。集会中に。みんなどこ行ったのですね。はい。みんなどこ行ったの。はい。三回ぐらい切り直したらぶん殴られてる。まさか、周り音うるさいから、ね、うるさいから。ヤマさん、それは全く覚えてない。うわ、だから作り話かもしれない。でもそれを見た人はいない。そうか、人種と合流した時なんだ。総衆がみんないなくなっちゃう。で、それで、ゆきちゃんが俺にみんなどこ行ったのよ。それだから、はいはいって言ったら、みんなで。おー、ごめんなさいって言っちゃう。そっか、殴られた経験があったりするとやっぱりちょっと怖い感じ。阿部先輩に。そっかそっかそっか、そんな印象が何かあると。エイジとしては、山さんはどんな印象があるの？ないの。はい。やり込めようとしかない。え、ないなんで。優しいイメージしかない。私絶対エイジなんかないもん。ああ、最初になったのは中学生。あ、そうなの。山さんとか自宅に現れて。自宅ってのはそういう外見、前の外見とかね。自分は友達とかと固まってて、そっちの方をずっと見てたら、山さんから近づいてきて、知らないまで見てんじゃないの。全然俺より広いじゃん。杉山さんに、森君が蹴っ飛ばされた。杉山いいです。ああ、はいはい。なんかぶつけ。この、なるべく顔されてる。じゃあ、山さんと杉山さんと赤いチンが3人で一緒にいた感じなんですかね。多いって。あ、本当ですか。え、何人かいた、山さん。ちょっと待ってください。山さん、今の感じだと。いや、それじゃ分かんないのよ。あ、そうなんですか。エイジの下の代の人たちは、はい、なんか知んないけどよくぶっ飛ばしたの。今となっちゃう、本当なんでぶっ飛ばしたのかよくわかんないし、はい、ごめんねって思うんだけど、はい、エイジはそういう意味では本当にぶっ飛ばしたの。まあでもエイジの中でぶっ飛ばされたことがないってことが、それは一時の感じがあるんですけど、そんなイメージしかない。でも何かぶっ飛ばしちゃってますね。わかんない、私も覚えてない、作り話。誇張してる部分はあるかもしれない。でもなんかあれグーパーしたら、いや本当に殴られてるよ、本当に超キレてたもん。どこ行ったら聞いてんだよみたいな。知らないよみたいな。そうか、今画家ぐらいに丸先輩がいるんですけど、丸先輩と成川のエイジは被ったりしてるんですか？俺は一瞬だけだね。成川がだから中学生とか、エイジがだから中学生とか、それぐらいの時と、あと俺まだ16歳の時とか、中華中でチラ見してぐらい。でもエイジとしては記憶ある。ないわ。そうそうそう。そっか。だからチャリンコとかじゃん。自転車乗ってる時とか、あと集会見に来てる時とか。ああ、そういうこと。そう。成川は俺がだから16、17ぐらいの時、多分もう集会多分出てたの。後ろに乗ったり車に乗ってたりしてた。成川さ、ワン先輩の記憶ある。俺ワン先輩とは初めての集会が一緒に行ってるから。だって。そうなの。俺 B さん履いて。懐かしい。何それ、いつ。一緒に行って、でワン先輩。ないかな。ボロボロのやつね。そう、それで2人で二血して行って、マフラーこぼすわ。ああ、多分なんかあるかもしれない、記憶。マフラーいけ、ポンとか飛んじゃって。記憶あるかもしれない。ザリってあの紫の斜めかなんかのザリ。ちょっと色覚えてないけど、怒ったの覚えてる。初めての集会は確かマル先輩。怒ったの覚えてる。ああ、怒ってるの最低ですよ。怒ったの覚えてる。それで、飛んだマフラーを持とうとしてあっちっつって。ああ、なんかあったかもしれない。マジっすか。ただ成川の場合は中学校とか暴走族入る前からもう多分出てたんだよ。確か出てたと思う。え、暴走族入る前から出てた。出てたと思う。車で行ったの。車では。車でっていうのは、まあ、あとケツに乗っかったりR君と二ケツしたりとか。そう。もう今更押せよ。はい、押せよ。R にしてって言われて。だからここ P だ。あ、P の方がいいんすかね。印象に残った、事件とかってありますか？事件。俺は前にも一回話
してもらったことあるんだけど、成川と一緒にこれをやったって。なんでダメなの。話しててこれを初めて。今、T 先輩っていう覚えてるよね。 T 先輩の家に行って、2人で初めて、だからその時初めてだよね。やった時に、めちゃくちゃ決まって、その後に幹部会行きました。で、その時に何かの顔をトイレでシチュエーションに行った時に見たら、完全にノーパックだよね。目が飛んでて、こんな感じになっちゃうんだっていうのが結構でかい思い出で、それは何、覚醒剤やった時。そうです。うん、それが1週間ぐらいしか自分やったことないんですけど、何かその続けた、続けた、うん、じゃあ何か役に立つ今じゃね、本当いいパパだからね。そうそう、うん、あ、そうそう、まあ、今そこで回収しようとしてもそんな回収しきれんじゃないか本当に。え、じゃあ何かとしては、何か、まあ、俺が今覚えてることだった話はこっからだけど、何かこれ、何かこれ、これだっていうものだ。しょっちゅうぶっ飛ばされてるからね。ちょ、成川ってなんかぶっ飛ばされてるイメージ。本当ぶっ飛ばされてる。山さんから見て、成川ってぶっ飛ばされてるイメージあります。違う。エイジは、エイジと俺は少年院入ってるから全然いなかったんだよ。あ、そうなんだ。こいつの引退式も出てないし、俺の引退式もこいつはいないから。あ、そうなんだ。そうそう、最高の高校で。そうそう。あ、じゃあ現地でそんなかぶってないんだ。そうだね、あんまりいなかったんだよ。で、そのなんかでかい何かをちょっとあるとすると、どんな感じですか。あ、ほぼぶっ飛ばされて、そっかそっか、なんかやっぱこんなイメージがあるわ。大体ユータがぶっ飛ばされると自分のお店でしょ。自分もそのイメージがめちゃめちゃ強い。しかもぶっ飛ばされて結構鼻折れたりもしてたよな。腕とか折れたりしてたよ、ね、俺がぶっ飛ばされたって、さかなクンに、まあ、一発殴られたぐらいの感じで、それ以外はぶっ飛ばされたってイメージがなくて、成川よくぶっ飛ばされてるなっていうのはすごかった。あ、だから高田と一緒同い年。高田くんは1個折れた。あ、成川の1個折れた。成川は自分同い年です。高田君は1個、一番ぶっ飛ばされて、高田君は誰も何もないです。ぶっ飛ばされてるんだ。すぐ見つかったんだよね。あ、そうなんだ。見つかって、ぶん殴られて、めっぽってこいよ。おお、そういうぶっ飛ばされた。見てさ、みたいな。あ、それで前戻ってきた。そうそうそう。あ、そういう感じなんだ。確かに。高田も、高田取りたいの。高田なんか撮ったって目がロンパっちゃってんから、どこ見てんか分かんない。口悪し。どこ見てんのって言いたから。なんか逆に、逆に山さんから見た当時のエイジと成川ってどんな感じだったんですか。エイジはいないんだって。現役生活が1年ぐらい。でもだから2年のうちの現役生活は1年ぐらい短かったって。だって出てきたなと思って、あ、出てきたんだって言ったら、ちょっといないからヨコミナミと一緒。あ、そうです。あ、そうなんですか。ヨコミナミともそういう感じで入ったり出たり。あ、そうなんですか。そっか、それでエイジにはまだ聞いてなかったんですけど、エイジからすると暴走族でなんか、記憶に残った事件みたいな、自分の中で思い出。すごいね、シュンタ ね、 ね、この子にも呼んで、このもう無理くり感のこの撮影、ええ絶対普段聞かないよね。対談なんかでエイジも成川も嫌がるのに。そう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 、聞いてたわね。そう、聞いてたから、いっぱいいっぱい聞いてたから。嫌な思い出しかないっすよ。嫌な思い出だよ。焼きと焼きと焼きと。あ、やっぱそっか。なんか嫌なことってやっぱ記憶に残っちゃうよね。だって成川もぶっ飛ばされたっていう記憶がやっぱ強い。焼きカンパ事故。あー、事故か。成川のカンパ焼きあったんだ。めちゃくちゃありますね。どっから回ってくるの、成川の。言いにくいでした。先輩とか。いや先輩以外まずカンパが来た。あ、アジサイの先輩からカンパが来た。エイジも道路の先輩からカンパが来た。あ、道路の先輩から来たりとか。ちなみに松木からカンパが来たの。そういう聞き方ができますもんね。松木出したらいいじゃん。あいつ回れやん。え、なになに、よくしてもらった。そうか、じゃあ焼き、カンパ、事故。事故って何。俺は自分先輩に聞かれてるから。どういうことどういうこと。俺、おさん先輩に聞かれてるから。え、車で。車で。お、え、それはバイク。バイク乗ってる時にブレーキギューって言ったら、ブレーキが間に合わなくて、それでバーンって。わざとじゃなくて。あー、
わざとだと思った。あ、そういうこと、そういうこと、そういうことだ。あー、それでどうなったの？おかしいなと思って、はい、スローモーションなのおかしいなと思ったら、ケツが吹いてボンボンして愛してる、愛してる、大丈夫すげースローモーションとか言ってあっぱれーなんか一番柔らかいところでそう、ボンボンとか言ってやばい、それやばい。あー、そっか。あ、しかもエイジとかだったら事故だ、あれだよね、足そうだよね。これはフライフォークプライベートです。プライベートでした。ホストじゃなくて。普通に遊んでるのに。女性と。いや、お初参りで行かない。何俺喋ろうとしてるの？ちょっと分かんないですけど、エイジに聞いたら、なんか女性とのトラブルがあるのかなとか思っちゃう。俺とトラブルないか。なんか、むしろ今だから言える。実は俺こんなこと芸人の時やっちゃってましたっていう。やっちゃったと思います。信頼なんですか、それは。そうか、あ、いやでも確かに、だって信頼できないのにやってるって言ったら、なんか今こういうふうに大手を振って言ってたら、お前何やってたんだって感じに思われちゃうから、やっぱ言いたくない感じはあるけど、まあ、むしろ今だから言える、現役の頃によくしょっちゅう文句言ってた先輩の名前とか、ちょっといや全員今だから全員でしょ、全員でしょ、言われない先輩はいない。私なんか自分たちの商売だから先輩がいないから言わないけど、やっぱり後輩っていうのは先輩の文句言うんだよ。まあそうですよね、うん、私たちだって、あ、関係ない人っていう文句は言うんだよ。ちなみに俊太のことは言ってた文句、ぶっちゃけぶっちゃけぶっちゃけ、うん、ぶっちゃけ変な感じじゃなかったって、なんで悪くしようとするの。ぶっちゃけ変な感じじゃなかった、チョイスね、言葉の。え、シュンダは誰の文句誰の？文句は、当時いや言ってたイメージないですけど、文句自分されない。いや、シュンダは嘘つくと言ったら、口元歪むからめっちゃ、もうね、それシュンダじゃあ、言ったらじゃあ言っちゃいますけど誰の名前、誰